マクドネルダグラス MD-11 マグダネルダグラス MD-11 最後まで旅客型 MD-11 を運用した KLM オランダ航空の MD-11 型機他メディアを再生する MD-11 が着陸離陸する様子マクドネルダグラス MD-11 はマクドネルダグラス社製の3発式用型ジェット旅客機 マクドネルダグラス DC-10 の改良型で、後に、ボーイング社に買収されることになる、マクドネルダグラス社が、最後に製造した大型旅客機でもあった。本機以降、2021年現在に至るまで3発、エンジン式大型ジェット旅客機は開発されておらず、最後の3発機とも呼ばれる。単に、市場と表記した場合は、旅客機販売市場を、 単に、マイルと記した場合は、ノーティカルマイルを表すものとする。MD-11 と DC-101970 年代に就航した DC-10 に改良を加えて近代化した機体である。ボーイング747では需要に対して大きすぎる路線に DC-10 が投入されたように、ボーイング747から400では大きすぎる。 中長距離路線に投入されることを見込んで開発された。開発は1986年より開始された。1990年1月10日に初飛行。1991年から運用を開始。旅客型のほか貨物専用型、火客混載のコンビ型なども生産された。改良点としては、胴体の延長、主翼端へのウィングレットの装着。 コクピット内の改良などがなされた。エンジンは DC-10 と同じく主翼下に2機、垂直尾翼の基部に1機の計算機搭載している。重心位置の変更により DC-10 と比べて水平尾翼が7割程度の大きさに小型化されているのも特徴である。この機体以降、3発エンジンワイドボディ旅客機は開発されておらず実質上、 最後の3発エンジン大型旅客機となっている。また、定期旅客運行に使用された中で唯一、航空機関士を要しない二人乗務の3発エンジン旅客機である。胴体延長型の高層マクドネルダグラスでは、1970年に3発式のワイドボディジェット旅客機である DC-10 を初飛行させており、当時のライバル機であるロッキードの l トライスターの販売合戦には勝っていたものの、1970年代以降の航空旅客数の大幅な増加により、当時としては超大型機であったボーイング747には発注数は及ばなかった。しかし、アメリカ空軍から派生型となる KC-10 エクステンダーの受注を得ていたことから、生産ラインの維持には成功していた。 DC-10 は航空会社の要望に応える形で各種の派生系を揃えていたがそれらは翼服などの拡大はあったもののどの方も胴体は共通であった DC-10 では当初から胴体延長を考慮した設計としており40フィートまでは無理なく胴体延長できるように40フィート延長しても離陸時の機種上げの際にビブが設置しないような 形状としていたのである。しかし、航空会社からのまとまった注文がなければ、胴体延長型の開発には着手できない。マクドネルダグラスは1973年に、スーパー DC-10 と呼ばれる、胴体を25フィート延長した仕様と40フィート延長した仕様を提案していたが、これに関心を示す、航空会社はなかった。次に、 胴体延長型の提案がされたのは1979年で、以下の3タイプが提案された。胴体を40フィート延長した場合、全長は67.21メートルとボーイング747に近いものとなる。マクドネル・ダグラスでは、運行経費や1座席あたりの燃料消費もボーイング747より低減できるとして、売り込みを図ったが、ユナイテッド航空や、 ノースウェスト航空が関心を示したものの発注には至らなかった。さらにマクドネルダグラスでは DC-10 スーパー30スーパー40というモデルの提案を行った。これは胴体の延長は18.4フィートにとどめ主翼はベース仕様となる DC-10 から30-40のままでエンジンのパワーアップを行うというものであった。また、 胴体延長型とは別に DC-10 スーパー10と呼ばれる仕様の提案もされたが、これは DC-10 のエンジンを水力20トンクラスのエンジンに変更した上で主翼にウィングレットを追加することで巡航性能及び経済性の改善を図るものであった。旅客機のハイテク化の波一方で1980年代に入ると、 ワイドボディ旅客機のハイテク化が進むようになった。ボーイングはグラスコックピットを採用し航空機関士の乗務を不要としたボーイング767を1981年に初飛行させ、ついでエアバスも同様に航空機関士の乗務が不要な A310 を1982年に初飛行させた。さらにボーイング747も1985年に グラスコックピットを採用したボーイング747から400の開発を発表した。以後の旅客機では機体の大きさに関わらず2人乗務機が常識となってゆくが、これはその前兆でもあった。このような流れの中では航空機関士の乗務が必要な3人乗務機である DC-10 の販路が狭くなることは必至であり、マクドネルダグラスは対抗する機種を市場に送り込む。 必要があった。そこで、マクドネルダグラスでは1982年に MD-100 と呼ばれる DC-10 の発展計を提案した。この案では、グラスコックピットの採用により、航空機関士の乗務を不要とし、すべての仕様にウィングレットが装備されることになった。この時には、以下のような仕様が提示された。しかし、これらの提案に対しても、 航空会社からの発注はなく、1983年11月に MD-100 の計画中止が決定された。それでも、マクドネルダ・ダグラスは DC-10 の発展型の開発を完全に諦めたわけではなく、1984年には MDXXX として検討を再開した。その後この発展型は MD-11X という名称に、 変更されたが、当初の案では、開発費用が多額になる、グラスコックピット導入や、ウィングレット装着を見送り、DC-10 と同じ胴体を持つ MD-11 から10型と、胴体を22.5ヒート延長する、MD-11X-20K を作る、ことになっていたが、その後グラスコックピット導入という方針に変更された。 翌1985年6月のパリ航空省において、マクドネルダグラスは MD-11X の開発構想を発表した。この時点では、グラスコックピット導入により、航空機関士の乗務を不要とするとともに、旅客店員と貨物搭載量の増加、真空式便所の設置などを特徴とする中長距離機という位置づけであった。 同年7月29日には航空会社への売り込みも承認され、同年末までにはウィングレット装着を行うことに変更されるとともに、DC-10 と同じ胴体の仕様は設定せず、胴体の延長は18.6フィートとした仕様を標準仕様とすることになった。この時点で、ほぼ仕様は固まり、確定発注52機オプションに40機の受注を集めたことにより、 1986年12月30日に MD-11 の名称により、ローンチが決定されたのである。マクドネル・ダグラスでは MD-11 の導入メリットとして次の2点を挙げていた。大型4発機と航続距離と搭載量が同等であり、搭載エンジン数が少ない分だけ燃料消費と整備コストが低減できる。大型総発機と航続距離と 経路度が同等であり、洋上飛行の制限がないために、柔軟な経路設定が可能。MD-11 では、機体形状や、後方の第2エンジンの取り付け方法などは、DC-10 をそのまま引き継いだ。これは開発のコストや期間を削減するには、当然と考えられた方策であった。だが、開発は大幅に遅れた。ローンチ当初、 一号機は1989年3月頃に初飛行という予定であったが、マクドネルダグラス社内組織の大幅な改変などが影響し、作業が進まなかったのである。ロールアート時にも特別な式典などは行わず、実際に初飛行したのは1990年1月10日と9ヶ月遅れとなった。さらに飛行テストを進めていくにつれ、ローンチ当初に、 航空会社に約束していた性能に達しないことが明らかになってしまった。それは機体の空気抵抗が多少高めであったことも影響していたが、エンジンの燃費率が予想より高い上機体の自重が設計値よりも4000ポンドほど超過していたのである。ローンチ当初の MD-11 の性能は7000マイルの区間を飛行する場合、6万1000ポンドのペイロードが可能なはずであった。 しかし飛行テストでは、ゼネラルエレクトリックの CF6 型エンジンを搭載した機材の場合、7000マイルの飛行で許容されるペイロードは48,500ポンドで、6万1000ポンドのペイロードでは、航続距離が6,500マイルとなった。また、プラットホイトニーの PW4000 型エンジン搭載した機材の場合はさらに航続距離が6,270マイルとなった。 マクドネル・ダグラスではエンジンメーカーへ性能向上や燃費改善を迫る一方で自情の減少や空気抵抗の低減策をまとめたがすでに開発が遅れている中実際に適用されるのがさらに2年先ということになったこのためシンガポール航空をはじめとして発注をキャンセルする航空会社もあったまたキャンセルとはならなかった航空会社へも 計画遅延と性能不足に対しての賠償責任まで生じることになった。1990年11月8日に形式証明を取得し、同年11月29日にはフィンエアーへの引き渡しが開始され、同年12月20日にはフィンエアーで商業運行が開始されたが、その後販売数は伸びなかった。前日の通り、 予定性能に達しなかったためにネガティブな印象となってしまったことも一因であるが、3発機自体が中途半端な位置づけになってしまったのである。ローンチ当初に説明された大型4発機と比較した利点において、確かに MD-11 の長距離仕様では7144マイルの航続距離を有し、ボーイング747の航続距離と比較しても遜色はないが、 乗客定員はボーイング747と比較すると少なくなるため座席あたりのコストが高くなってしまう。座席数を増加させると今度は航続距離が短くなってしまうため航空会社はボーイング747導入に動くことになった。また同時期に開発が進んでいた同程度の座席数の4発機のエアバス A340 を選択する例も見られた。 一方で、大型双発機と比較した場合の利点についても、双発機の養生飛行について、運用拡張が認められることになり、エンジン1機が停止した際に着陸できる空港までの所要時間として認められる時間も、当初120分程度だったものが180分に延長されると、それまで MD-11 が運行されていた路線が、双発機でも運行できることになり、 経済性の観点から航空会社はボーイング767や777、エアバス A300 から 600R や A330 など同程度の乗客定員の双発機を選ぶようになった。こうしてボーイングはボーイング747と双発機、エアバスも双発機を送り出し着実に市場シェアを確保していった。特にエアバスのシェアは マクドネルダグラスのシェアを奪い取る形で拡大された。それに対して、マクドネルダグラスには3発機の MD-11 しかなかったのである。1990年代に入ると、中近距離用、ナローボディ機の MD-90 や MD-95 と、販売が思わしくない。MD-11 しか持たない上に、軍用機部門も業績が上がらないマクドネルダグラスの、 業績は悪化し、他のメーカーとの協力や合併などがささやかれることになった。最終的には1997年8月4日付で、ボーイングとマクドネルダグラスは合併した。合併当初、ボーイングでは、マクドネルダグラスの製品群はそのまま受け継ぐと発表していたが、わずか3ヶ月後の1997年10月に、ボーイングは、 MD-11 については新たな受注を行わないと発表した。最終号機の引き渡しが行われたのは2000年8月24日で、MD-11 は生産開始からわずか10年で製造終了となった。初飛行の時点では確定発注126機、オプション発注189機あったが、 最終的に製造数はすべての仕様を合計しても200機という結末であった。真横から見た MD-11 の図主翼に装備されたウィングレット工法から見た MD-11 前日の通り開発コスト低減のため製造設備などは DC-10 のものがそのまま活用されることになったため基本的な機体構造は DC-10 とは大きく変わるところはない。胴体は DC-10 よりも18.6フィート延長され、3クラスでの標準座席数は298席となり、DC-10 と比較すると40席ほど増加することになった。また、胴体後端のテールコーンの形状は、DC-10 では丸みを帯びた形状であったのに、対し平板状とされた。 主翼端にはウィングレットが装備された。これは巡航時の誘導抵抗現象を測ったもので、高速巡航時の空気抵抗が3%減少した。空気抵抗低原作としてマクドネル・ダグラスが最も強調したのは水平尾翼の面積縮小である。これは滝に比べて揚力中心を機体の重心により近づけることとし、水平尾翼の面積を DC-10 と比較して30%減少させることによって空気抵抗を減少させるという方策で空気抵抗が2%重量も0.5%減少する。一般的に大型航空機は機体中心により後方に揚力中心がある。このことで尻上がりの姿勢を取ろうとするためその姿勢を強制すべく水平尾翼には下向きの揚力を生じさせる。 水平飛行中であっても水平尾翼には下向き葉力が生じており主翼で発生している上向きの葉力を常に下方へ減じている。この上向き葉力の一部相裁は機体全体の空力特性には抵抗成分として現れる。マクドネルダグラスが取った水平尾翼の面積縮小はこの抵抗成分の減少が目的であった。 副次効果として、機体重量も前述のように減少した。また、水平尾翼内部も燃料タンクとすることで、機体尾部に下向きの力を加え、さらなる水平尾翼の面積縮小を起とした。この副次効果として、当然に、航続距離も伸び、水平尾翼内のタンクまで、すべて満たした場合の燃料搭載量は24万ポンドである。ただし、 水平尾翼の面積縮小は縦方向の飛行安定性を減じてしまうためフライバイワイヤー操縦システム側でソフトウェア的に外乱対策を行うことになった。エンジンはプラットホイット 2PW4460 またはゼネラルエレクトリック CF6 から 80C2DE1 回を選択できる。開発当初には ロールスロイストレント650エンジンの選択も考慮されていたが発注はなかった。第2エンジンの装着方法は DC-10 と同様で垂直尾翼をエンジンとダクトで串刺しにしたような配置となっている。MD-11 のテスト飛行中に発覚した性能見立つは MD-11 の販売上重大な支障となった。マクドネル・ダグラスでは 飛行性能の問題を改善し、開発時に保障した性能を発揮できるようにするために、パフォーマンスインプルーブメントプログラムと呼ばれるプロジェクトを開始した。PIP の改善内容は、燃料タンクの容量増大や第2エンジンダクト形状、フラップトラックヘアリングの形状変更といった大掛かりなものから、ワイパー停止時の向きのような細かいものまで多岐にわたっており、 1993年以降、数字にわたって公表された。これらの改善策は生産ライン上にあった機体に反映されるだけではなく、一部の改善項目はすでに引き渡しが行われた機体にも適用することが可能となっていた。各席に CRT ディスプレイが横に3つ並んだグラスコックピットマクドネルダグラスのワイドボディ旅客機としては、 初めてグラスコックピットが採用された。これによりエンジン等の監視についてはコンピューター制御されることになり航空機監視の乗務は不要となった。コックピットからアナログ計機類が大幅に減少したため DC-10 とはコックピット内の印象は大きく変わることになった。その一方でスラストレバー周りの装備品については DC-10 から大きく変わっておらず、フラップの下げ角度を一度刻みに設定できるダイヤル A フラップシステムも DC-10 から継承されている。また、MD-11 ではさらに自動化を進めるため、以下の3システムを導入した。ルセスロンギチューディナルスタビリティオーグメンテーションシステムの略、エルサスと呼ばれる。日本語で表現すると、縦安定増加装置である。 前述のように空気抵抗を減少させるための方策として水平尾翼の面積を DC-10 と比較して30%減少させたがそのままでは縦方向に対する安定性が損なわれる。ルセスはこれを補うために装備されたシステムである。自動操縦装置の作動中に機体の角度を一定に保つほか操縦士の手動操縦時に操縦管に力が かからなくなくるる。と、その時の時機機体角度をを保つ機能を有するこのシステムは MD-11 にとっては重要なシステムで、よえ、系統となっているうちの3系統が動作しなくても、残る1系統が正常動作していれば有効に作動する。RCWS ロールコントロールホイール、ステアリングの略。水平安定性を維持するためのシステムで、このシステムは、 自動操縦装置の作動中に、機体の傾きを30度以内に保つほか、手動操縦時に30度を超える角度へ傾けようと、すると操縦管の操作を重くし、操縦管から力を抜くと、直ちに30度まで傾き角を戻す機能を有する。テールフューエルマネージメント MD-11 では、水平尾翼の内部も燃料タンクとすることで、 後続距離の延長を図ったが燃料の減少に伴い重心位置が移動することになる。これを補いつつ重心位置を燃料の残量に関わらず一定に保ち巡航性能を向上させるため FSC と呼ばれるシステムを採用した。これは主翼胴体の燃料タンクと水平尾翼内の燃料タンクとの間で燃料を移送するシステムで2つの 燃料タンクの残量が6万ポンド以上の場合に機能する。また、燃料が凍結しないために30分ごとに主翼のタンクと水平尾翼のタンクの燃料を循環させる機能も有している。また、水平尾翼のタンクの燃料残量が1万5千ポンド以下になると、水平尾翼内の燃料をすべて主翼内のタンクに移送する。 3列から4列から2列のエコノミークラス、中央列上の荷物棚を開けた状態登場当時の標準的な座席配置は、エコノミークラスは横9列の配置で、荷物棚は窓側座席だけではなく、中央列上にも設けられ、一区画の長さを80インチと大型化した。これは、長尺の荷物も収容できるようにしたためである。 機内の座席配列などの配列に柔軟性を持たせており、エコノミークラスに個人用テレビなどのエンターテインメント設備がない場合は客室仕様の変更を最大18時間で完了できる。操縦特性としては乗りこなすことが比較的難しいとの評価がある。同等の航空機に比べて高い速度での着陸を余儀なくされるために、 着陸時のコントロールが難しくなっているようである。2009年に成田空港で発生したフェデックス80便着陸失敗事故の際には操縦が難しい機体であるという操縦士の意見が一部のメディアで報道された。前述の構造概説で記述したように MD-11 では空気抵抗の減少のために重心を後方に移動することで水平尾翼の小型化を行った。 しかし、重心を後方にずらす手法は、本来運動能力向上機で採用される方法であり、旅客機においては妥当な設計思想ではなかったと言われている。縦方向の安定性が悪い上、それをフォローするためのルセスと自動操縦装置が外れると、操縦士ではリカバリーが困難となることが後に判明した。放置する事故以外にも、 自動操縦装置を切ると激しい上下動を繰り返す事例が報告されている。主な仕様の比較については、主要所言表を参照。MD-11 チャイナエアラインの MD-11、MD-11 MD の基本仕様。最大で肉重量は当初計画では65500ポンドで、あったが、前述の性能改善対策だけではまだ不足である。ため、 段階的に引き上げを行った結果、最終的には63万500ポンドとなった。また、当初は空だった翌端まで主翼の燃料タンクを拡大し、さらにオプションで床下貨物室に補助燃料タンクを増設できるようにして、航続距離の延長に対応した。基本型の生産機数は最終的に132機となった。 MD-11ER ワールドエアウェイズの MD-11ER 基本型の最大離陸重量は最終的に63万500ポンドとしてまで引き上げられたがオプションの補助燃料タンクを2個増設した仕様は航続距離延長型として区別された CF6 型エンジン搭載仕様がカルーダインドネシア航空に2機 PW4000 型エンジン搭載仕様が ワールドエアウェイズに2機導入された。MD-11C アリタリアの MD-11C 機体前方を客室、機体後方を貨物室として、胴体後部の側面に幅4.06メートル、高さ2.59メートルの貨物扉を設置した。客室と貨物室の比率は変更することが可能。アリタリア航空が5機導入。 MD-11FUPS 航空の MD-11、回胴体前方の側面に、幅3.56メートル、高さ2.59メートルの貨物扉を設置し、床を強化した、純貨物型仕様。床上貨物室の容積は440立方メートルで、カーアンコパレット26枚の搭載が可能で、床下貨物室の容積は158立方メートル。 受注機数は53機で、2000年8月24日に、ルフトハンザカーゴに導入された機体が、MD-11 最後の心臓機となった。なお、その後も、旅客型から貨物型への回収が行われている。MD-11CF マーティンウェアの MD-11CF 旅客用と貨物用の転換が可能な、コンバーチブル型で、貨物型と同様に、 胴体前方の側面に幅3.56メートル、高さ2.59メートルの貨物扉を設置しているが、客室窓、乗降扉もそのまま残されている。床上キャビンの容積は410立方メートルと、純貨物型よりやや少ない。新造されたのは6機で、マーティンエアーとワールドエアウェイズのみ導入。旅客型からの改造も行われている。 MD-11LR 翼端を3.6メートルずつ延長した上で中央足を4輪として8000マイルの後続距離を得る計画だった。MD-11 ストレッチ仕様胴体を主翼の前後で合計34フィート延長する仕様。3クラスで最大337席、エコノミークラスを増やした2クラスであれば474席を設けることができる計画だった。 パノラマキャビン仕様 MD-11、ストレッチ仕様の前方床下,下貨物室を客室として使用することで、さらに旅客定員の増加を図ったモデル。開花席には、ビジネスクラスで2列から2列の配列で66席、エコノミークラスを2列から3列の配置とすると99席が設置できる計画であった。 MD-11XX 胴体を主翼の前後で合計12フィート延長した上で、後代角をやや小さめにした上で、アスペクト比を高める新設計の主翼を組み合わせるものであった。貨物機として使用される UPS の MD-11 総生産数は200機で、2019年現在は旅客機としての運用は解無で貨物機として使われているが、貨物機においても、 主にボーイング777回に代替され、退役が開始されている。マクドネル・ダグラスがボーイングに吸収された際には、貨物機の需要があるとして、生産の継続が検討されていたが、2001年2月に販売成績が思わしくないことと、貨物型の需要もすでに就航している旅客型からの回収で満たせること、 ボーイング社の777と競合することなどから200機で生産が中止された。生産開始からわずか10年間しか製造されなかった。販売成績が伸び悩んだ理由は、いざ飛行試験が始まると空気抵抗が予想以上に大きく、またエンジンの燃費も予想以上に悪かったこと。さらには、機体重量が予定を大幅にオーバーしてしまい、ユーザーとなる。 航空会社を満足させられなかったこと、ETAP ス規制の大幅緩和により、飛行ルート選択における、総発機に対するアドバンテージが失われたこと、生産が開始される前に、より経済性の高いエアバス社の A330 や A340、ボーイング社の777などの開発が開始されたためである。これらのライバル機材の開発の開始により、 大量の発注を行っていたシンガポール航空など複数の航空会社が MD-11 の発注をキャンセルしたり日本航空のようにオプション発注のキャンセルを行った。また就航してからも日本航空や大国際航空、大韓航空やアリタリア航空のように保有している MD-11 を売却をしてこれらのライバル機を購入したり 保有はするが旅客機ではなく貨物機として運行するということが相次いだ。マクドネルダグラスは当初の設計目標を達成するため、前日のように生産中に様々な改良を行っているが、航空会社からの信頼を大きく失ってしまったのも事実であり、最後まで販売を上向きにすることはできなかった。現在は、 旅客機としての役目を終えた機体の多くが貨物会社に売却されて貨物機に改造され活躍している。旅客機としては不人気でも胴体の幅が大きく散発エンジンのため貨物搭載量が多いことから貨物機としては使いやすいので需要が旺盛である。しかし一方ではこのことが旅客機としての活躍期間を縮めてしまったという声もある。 ルフトハンザカーゴの MD-11 回、フィンエアーの MD-112019 年現在、旅客型は全機運行を終了しており、貨物型のみが運行されている。日本航空の MD-11 唯一、太陽のアーク塗装となった JA8582、日本の航空会社では、日本航空が国際線専用機材として、基本型を10機導入し、 およそ10年間にわたって運行した。導入された10機には整備士を中心とした、社内ボランティアグループ、JAL メカブラザーズの提案で、従業員や乗客に親しみを持たせるべく、機体別の相性付与の復活が提案され、乗員部機長らのアイデアで、鳥のように大空を元気に自由に飛んでほしいという、思いを込めた J バードの愛称が与えられ、リアエンジンのインテーク部には、 j バードのロゴが入れられた。また、愛称候補には、機体名の MD にちなみ、マイリアバード、マイドリームバードも提案されていた。各々の機体には、日本野鳥の会の協力で選ばれた、日本の貴重な野鳥の名称が付けられ、さらに、ウィングレットにはボーイング747から400と同様の JAL ロゴと、各機体に付けられた野鳥のイラストと和名。 英名表記が描かれた。また野鳥イラストを用いたアパレル商品や音楽 CD も発売され収益の一部は野鳥保護活動に寄付された。同社では単、中距離仕様と長距離仕様の2タイプを各々5機ずつ導入した。前社は中、短距離のアジアやホノルル線で使用させている DC-10 から40の後継機として、 後者には747から400だと、キャバシティオーバーになる、長距離欧米路線に投入するための、新型中型機材としての役割が与えられた。選定されたエンジンは、同社の747から400や767から 300ER などと同じ G 社製の CAF、6から 80C2 ではなく、DC-10 から40と同じ P&、 W 社製の j t q d 系を進化させた PW4000 系をもって前期が退役10年6ヶ月の営業運行を終了した。これは先輩格にあたる DC-10 よりも非常に早く、さらに10年程度の運行期間はコンベア880以来となる短命期にもなった。その後、日本航空より引退した前期がアメリカの貨物専門航空会社、 ユナイテッド、パーセルサービスへ移籍した。移籍後は、貨物専用機に改造され、UPS の主力機材として活躍しており、日本発議路線にも投入されている。なお、2004年10月のラストフライトを担当した JA8582 のみ、当時の日本航空の CI カラーに塗り替えられたが、それ以外はすべて旧鶴丸塗装での退役となった。 旅客機では1990年代にはアメリカン航空やデルタ航空、アリタリア航空やバリグブラジル航空など多数の航空会社が定期乗り入れ機材として運航したものの各航空会社からの退役が進んだため2000年代末には日本国内空港から旅客型の乗り入れがほぼ消滅した唯一フィンランド航空のみが2010年以降も 中部ヘルシンキ船の機材で使用していたが、これも間もなくして同社からの旅客型 MD-11 の退役に伴い機材が変更され、乗り入れが消滅した。現在貨物機では、ユナイテッドパーセルサービスや、フェデラルエクスプレス、ルフトハンザカーゴなど、多数の航空会社が日本へ乗り入れている。MD-11 は、 第4世代ジェット旅客機の中で最も事故発生率が高かったとの指摘もある。実際、同世代のエアバス A330、エアバス A340 やボーイング777、イリューシン96に比べると墜落や全損事故の確率が多く、しかもそのうち操縦ミスが原因の事故が4件を占めている。また巡航中に乱攻下する重大インシデントも、 発生していることから、操縦系統が敏感すぎることが原因であったと言われている。操縦特性の項目でも触れているように、同等機に比べて、MD-11 は、操縦が難しい機体という意見もある。全損事故、フェデックスの MD-11 回2010年8月現在、MD-11 の全損事故は発見、発生している。そのうち、 フェデックスの事故だけでも3件を占めており、いずれも着陸時の事故である。また、機内火災1件以外の7件はいずれも離着陸時に発生しており、うち3件は横転している。その他の事故他にも墜落には至らなかったが、巡航中に不安定となって死傷者を出した事故も発生している。ありがとうございます。